本社の企画部に移動し、この新商品開発のに携わる人間になりたいですね。私は店長になるです。出来上がりましたね。<laughs> 僕はあのほぼまあ撮影の時は毎日あの出かける前にダブルエスプレッソラテですね。うん やっぱりリズムになっちゃうんですよね。なんであの僕はすごく好きで、毎日ほぼ毎日買ってますね。はい、ハ、はい、ワイさんは私は唐揚げくんがすごく好きで、うん、あのこないだ出てた。あのタルタルの唐揚げくんもすっごい美味しくて、なんかこの撮影でもちょっと唐揚げくん食べれたりするシーンが今後あるんですけど。 ちょっとそれをすごく楽しみにしてます <laughs> 新商品をいち早く食べれるということで <laughs> 普段言いたくてもなかなか伝えられない人へこの機会に感謝の気持ち発表してもらいたいと思いますでは松山さんまずは発表お願いします、はい、どうぞはい祖母ですねおばあさまはい、はい、あのー、両親とは割とまあその ありがとうって言える言えてるような気は僕は勝手にしてるんですけどもなかなか祖母とはなんかそういう話になってないなってまあちょっと改めて思ってで,、まあ、でもあのいっつも僕たち家族のことを、まあ、気にかけてくれてたりとかニンニク味噌を作って送ってきてくれたりするんですよ。 でみんなそれが好きできゅうりとかにつけて食べてたりとかしてるんですけどもなんかま,まあきちんと面と向かってなんかありがとうはなんか伝えたいなというふうに思いますね。はいうん、どうぞ私は両親です親あの、はい、さっきも言ったんですけどあの家族もローソンがすごく好きであの実家に帰ると母が。 ローソンでご飯買ってくるよってなってあじゃあ唐揚げくん買ってきてって言うといつもノーマルとチーズとレッドのメイン3種類全部買ってきてくれるんですねでもなんかちょっと恥ずかしいんでなんかあいつも買ってきてくれたんだみたいな感じでなんかちょっとありがとうが言えてないのでちょっとこれを機にあのいつも3種類買ってきてくれてありがとうっていうのを伝えたいです。2> <laughs> 2つ目のテーマ ハッピーローソンプロジェクトが目指す2025年はローソン創業50周年、松山健一さん40歳、川井里奈さん30歳と、ずらりこの節目の年がくしくも並んでいるんですね。そんなお二人に参加年目標を宣言していただきたいと思います。では松山さんお願いします。はい。えー、<laughs> 新商品開発です。 はい、松山店長こちらはそうですねあの、まあ、僕の,その目標としては、まあ、その店長でまあその売り上げを、えー、まあ日本全国の大体上位5位以内に入った後、本社の企画部に移動し、<laughs> この新商品開発のに携わる人間になりたいですね、企画していきたいですね。 はい。3カ年契約計画は出来上がってますね。はい。そうですね。はい。ええ、まあ具体的にとりあえず、まあ僕の祖母のニンニク味噌の商品化から始められたらなと思ってます。はい。かなり具体的な案も出来上がっているということで楽しみにしております。はい。それでは川井さんお願いします。はい。私は店長になるです。あの <laughs> ちょっと、はい、その。はい 空いたところをあのぜひちょっと三年で店長にまで上り詰めたいなっていうふうに思ってますね。出来上がりましたね。<laughs> 出来上がりましたね。CM のシリーズも出来上がりつつありますね。<是非笑>はい。